住吉神社は宮城県角田市にある神社である。旧社家は尊社。住吉神社の鎮座する地は、イグ軍がや寺院跡とされる氷山遺跡の一部になっている。平成17年度に行われた氷山遺跡の発掘調査において、住吉神社に隣接する畑からは、活石小持ちマガタ玉が出土しており、住吉神社付近では、平安時代前半には、 神事や祈願が行われていたと推測されている。住吉神社は、創建当初は、住吉さん伊王寺という3号で数形されていた。神仏混合の時代であったため、住吉さん伊王寺では、住吉三神と本事仏である、薬師如来を祭り、病気の治療や、民衆の安定を図る場所となっていた。鎌倉時代の五代五天皇の御代である、元年3月29日、 摂津国に鎮座する住吉神社より、住吉三上の御分霊を勘定したことから、住吉神社の名称が正式に使えるようになったが、土地の人々からは勘定された年号にちなみ、火薬明神や古木明神と呼ばれ、祭神も、住吉三上の上地の汚いの地と中地の汚いの地を祀っていたと記録されている。火薬年間の郡山地区は、 おみごうという育群伊佐戸のうちの一つになっており、神社付近も道の区国へ向かう人々などの往来があったという。安永8年に刊行された安永風土記によれば、元禄十四年頃に藤尾地区大門にあった鬼に山りさ投稿院の主言者である不動院元臣が住吉山伊尾寺に投稿院の末寺として本山派前公院を勧院し、住吉社と薬師寺を 別当所とした前校院と住吉社はその後火災にあい、自社の財産や当時の社殿はすべて消失しており、記録資料は残されていないという。院主三代目の前校院、牧世の没代の聖徳二年には消失した社殿を再興して名称を住吉神社として村の鎮守者となった。昭和十四年に行われた氷山遺跡の発掘調査では、 宗中式の南面する建物跡や福弁連携文献丸瓦が発掘された。これらは本格的な瓦葺きの建物があったことを示す証拠であり、当時の住吉神社の流星と数形ぶりを伺える資料とされた。住吉神社の神職家である小梨家の歴代墓所には喧装図や法院の名が残されており、小梨家は代々、 全行院の法院を務めていたとされる。明治13年8月、角田県所務局により神物分離の通達が出された。当時の法院である法院、県領の子であった小梨義光は、明治15年に住吉神社の社手の平となり、別当所である枝野地区、畑中の薬師寺は、全行の弟の見学が法院となり分立した。その後、 小梨義満は現在の住吉神社へ至る基礎を築き上げ、この時をもって住吉神社は寺院と完全に分離した。明治5年10月、住吉神社は尊社に列せられ、明治40年1月に平白とも新神社に指定された。小梨義満は大正3年に没するが、小梨家に養子となった小梨康則が射手の平となった。小は、 明治29年から大正4年まで、枝野小学校の校長を務め、退職後は、住吉神社の神職として貢献し、昭和3年には、現在の住吉神社社殿の建立に尽力した。小梨康則の没後は、神職不在となり、島田地区に鎮座する、縁起式内社の熱日高彦神社や丸森町、湖西地区に鎮座の湖西鹿島神社の兼務者となったが、 昭和28年に、小梨しやすのりの孫嫁が宮司となってから現在に、至るまで、小梨し家が再び住吉神社の社家として奉仕している。ありがとうございます。